湊川神社はですね、高速神戸駅という駅のほぼ真向かいぐらいにあります。で、阪急の神戸高速線だそうです。で、駐車場の場合はここのメトロ神戸のところを降りていくと、平日と土日でちょっと料金違うんですけど、一応駐車場あるのであんま困んないと思いますけどね。よっぽど例大祭とかそういう時じゃない限りは大丈夫だと思いますけども、こちらはメトロ神戸というなんかお買い物とか食事とかする方法で、こっちの方が神戸北区駐車場。ただし12時から5時は閉鎖するんで気をつけてください。止めっぱなしだと止めっぱなしになっちゃう、出せなくなっちゃうってことなんですよね。あとカーシア、タイムズのカーシアもあるので、もうちょっとこの辺回りたい方はそれを使うのもありかなと。数を数えてないので分かりませんけれども、かなり止められるように思いますけどね。結構でも3連休中、ゴールデンウィーク中なんで結構止まってますね。